撮りました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと頬が赤いのは寒いからです。酒じゃない。酒ではありません。真面目に打ち合わせをしておりました。来たる3月1日に。来たる3月、これは私の、カセットテープのレコーダーですけれども、カチャッと。来たる、2017年3月1日に、ベルベットさんにおきまして、吉田亜美香大谷芳生朗読日をシリーズ2回目、はい、どちらが先に口火を切ったのかもう分からない、ボリューム2、ゲストはこちらに滝口優勝君に来ていただきます。どんどんパフどんどんパフ自分で拍手してるし、いやしっかりとした打ち合わせができました、はい、酒も飲まずにお茶で過ごしておりました。我々の意気込みが感じられるこのお茶会でした。お茶会打ち合わせですね。結構なお手前で、うん、どうですか、よろしくお願いいたします。お願いします。なんとなく面白くなりそう。面白くなりそうですね、うん、その意外とその自分の普段考えてる、うん、小説を書くときに考えてることに近い、うん、朗読っていうことがそれにすごい近い、うん、重要な作業であるっていうことを今、うん、散々話してたので、うん、ですね、いろいろこう口に出して読むことによって、うん、複雑な状態にさらになるということと、それによってなんか隠されたことも出てくるのではないかというか、書き言葉自体に含まれている、うん、なんと言いましょうね、よく複雑な情報とか、多層な状態が実は隠れていた、うん、こう地下層みたいのが声に出して読むことによって、うん、なんだろうすごい変なのっていう状態が気持ち悪い状態が気持ち悪い状態のままでね、読んでる方にも聞いてる方にも気持ち悪いっていう状態、気持ち悪くなる、それがまあ純文学だと生きて気持ち悪いぞ物語の力に頼らずに、うん、言葉の力で気持ち悪い時間を作ってみようではないか。それをみんなと一緒に、それをみんなと皆様と一緒に共有できる。皆様が来てくれないとその時間は生まれませんというこんな感じで、こうやってなんか先に本を読んどいた方がいいとか、あ、それは読んどいた方がいいと思いますよ。そうですね、どっちでもいいかな、どっちでもいいっちゃいいですね。テキストを出すんですか、公表しとくんですか。いや、いいと思いますけど、特にしてないですね、うん、やるかどうかも分かんない可能性もあるんですけども、先に言ってそれ言わなかったじゃん、ふざけんなって怒られても困る、ね、まあと、まあ一つ言っておくことは、竹口くんの、テキストは使います、うん、で、我々と思ったらみたいな、いや使うって言っとくの、使いますよ、4分33秒しかない、まあ、やれません。竹口くんのテキストを、しっかり読むということは多分やります、はい、それによってどうなることやら期待してください。私最初に優勝くんの朗読聞いた時は、うん、全く読んでないで状態で聞いたんですよ、はいはいはい、それもそれですごい面白かったし、声で先に聞いといてから小説読んでるうちに、あの時に読んでいた文章だって思って、うん、なんかすごく読んでる時はそんなにイメージは出てこなかったんだけど、なんか後になって記憶が戻ってくるみたいな感じになったりとかいう体験をしたので、そういうのも面白いかな、うん、誰も人の話聞いてないみたいな、あっちに向かって思いました。お客様に向かって、客じゃないよ、これカメラだから、いやいや、カメラの向こうのお客様に向かってまだ繋がってないから、いやいや、これを見ている人がいる、我々はカメラのこっち側にいるようでいて、実はあっち側にいるんです。そういう気持ち悪さ、気持ち悪さ、じゃあ文学の気持ち悪さを生で経験しに来てください。はい、よろしくお願いします。で、これ